チャンネルちょっ日本シリーズ第2戦、オリックス対阪神、なんと、なんと、なんと、8対0で、オリックスの勝利でございます、2試合連続、8対0、1一勝1敗、こんなことあるかっていう、この2戦目の8対0も、ほぼ想定内、一本間違ったら、昨日のね、山本を打ち崩したね、ね阪神タイガースね。 近本中,田の中野の副長っていうところからね一気にっていうね、えー、ところでなんと宮城が6回シャットアウトの0点で完璧なピッチングっていうね、えー、ところでね、えー、振り返っていきましょうということでね、えー、今日の、えー、両先発ですね、えー、オリックス先発宮城6回1四4球4安打5三振一打席を無失点で完璧なピッチング。 逆に阪神ね、二周期、3回3分の2、68球、6番で2、3、4、4失点で、早期交番っていうね、えー、形になりましたけども、でね、えー、打順で言うと、まあ、どういうふうにね、やってくるのかなっていうところで、今日はね、阪神、えー、7番、昨日ね、渡辺亮っていうところでしたけども、三重説が入ってきて、で木浪坂本は同じ。だから三重説とね、渡辺だけ変えたっていうね、ここがまたね、あの、逆にマイナスに触れたなっていうね、 同じでも良かったんちゃうかっていうね、せの阪神タイガースとしてはね、まあ使っときたいっていうのもあったかもわかんないしね、まあ、DH じゃないとね、見えて使わないっていうところでね、変えたのが逆にね、打順の流れが悪くなったのかっていうね、でオリックスはね、えー、1、2番をね、変えて、1番中川、2番西野、ね、3番森で、4番にセデエイのファースト。 で5番トング、で6番胸で7番紅林、8番ドそして9番にうかっていうところでね、えー、結構大幅に、えー、打順を変えて、えー、まずは、えー、初戦からで言うと、えー、ファーストに、えー、中川だったのをセンター中川にして、でまあ池田とねまあ森がねキャッチャーになって、えー、若槻が下がるっていうね。 えー、ところでは、まあね、1、2番池田胸だったところをね、えー、中川、そして西野っていう形でね、えー、オーダーを変えておいて、今度はですかね、ベンチスタートっていうところでは、えー、結構ね、大きなスターティングラインナップをね、変えて、まあこれはね、シーズン同様だからね、シーズン130何通りの、えー、オーダーで戦ってきて、でまあ1、2軍のね、入れ替えも忖度なくね、えー、はっきり主力でもね、打てなくなったら変えていくっていうね、 中島チックっていうところで1年間やってきた中で、このね、12戦目でオーダーがね、全く変わるっていうところもシーズン通りの戦いなんでね、これは別にね、えー、特に変わった要素でもね、えー、ないかなっていうところがあります。まあその中でね、えー 立ち上がりね、えー、宮城っていうところで、1番近本三振取るけどもね、2番長野がセンター前引ッといって、いやいや、これ先制点取られたらっていうところもね、えー、森下親もね、しっかり打ち取ってっていうところで、えー、オリックスの攻撃、えー、ワンナウト一塁のね、えー、場面で、3番打者、えー、森がね、ファースト戦ゴロを打ってね、えー、球審の市川さんがフェアッ一塁類進の福さんがファーッっていうね、えー、判定して、まあ分かれてね、 でまあ、ここで、ねまあ、岡田さんが、ねえー、抗議、ねえー、してたたというところで、まあね、あのルール上、ね、プロ、ねえー、野球規則によるとです、ね、1つのプレーに対して2人以上の審判員が裁定を下ししかも、その裁定が食い違っていた場合には球審は審判員を集めて協議しその結果、通常球審が最適の位置から見たのはどの審判員であったか。 またどの審判員の裁定が正しかったかなどを、えー、考慮して、えー、どの裁定を取るかを、えー、決定するというねっていうところがあったんでだからね、まあ、今回のケースも審判員が基礎に乗っとってその後ね協議してましたよね、みんな集まってねでファウルというね、えー、最終判断が下って試合が再開されたっていうところがあるんでだかからまあね,あねなんか、まあ、ファーストベースより前は球審が。 決定権があってファーストベースより後ろは累進、えー、の方が決定権あるみたいなね、えー、感じの、えー、認識もあったけどもね。 えー、2人が、ね、アウトセーフ違う、ねえー、判定を下した場合は審判員全員を集めて誰がどの判断のもとが一番見やすかったかという競技の上判定を下すというところで今日はファウルだった、まあ、1, でも1つだけでライト線のとこから、ね、見えるボールがあってフェア最後ライン上、ライン上、ライン上ラライインン上上最後、俺は、ね、ファウルに転んで転んだって俺は見えたんだよね。 正直ね。だから俺はまああれはファールの判定で良かったんじゃないのかなっていう正直思うし、まあこういうルールのもとね、審判員が協議してファールになったんですよっていうところをね、えー、皆さんにね、まあお伝えしようと思ってね、さぞいか解説しました。まあその後ね、三振になって得点入ってなかったんでね、まあどちらのチームでもね、被害もなかったし、まあ良かったんじゃないのかなと。でもまあこういうね、今後こういうケースがあったとしても、こういうふうにね、審判員が協議してやるっていうね、ルールがあるんで、皆さんね、それを知っておくと、また今度ね、同じようなことが起きた時にね、ぜひ参考にしてみてください。 まあ、昨日の、ねえー、動画でも言ったけどもオリックスは、ね、もうとにかく1巡目、ね、3, 回まで3回までにしっかり得点を取って流れを作っていかないと2連敗する可能性が高くなってやばいというところで、ね、なんと3回に、ね、里崎の。 中国予言通りにね、えー、ワンアウトからね、廣岡がレフト前ヒットっていうね、今日ね、大、えー、バッティング9番廣岡レフト前ヒット。で、中がアウトになるけども、ツーアウト1塁からね、ここで西の時にね、えー、西がね、えー、1塁ランナー廣岡をね、えー、結構何回も牽制して、ファーストに牽制悪送球、まあ、2塁ね、えー、まで行ってっていうところで、いや、廣岡にそんな何回も牽制いるかと、盗塁してけへんで、普通に考えて。だからね、まあ西はね、牽制がうまいから、 ひょっとしたら自分の牽制によったかもしれないよね、まあ、ランナー出したけど牽制でアウトにとって流れを作っていこうみたいな感じでちょっとよく書いたようにね結構見えたねあんなにね牽制する必要は全くないしそのまま、ね、西野も打ち取っておけばっていうねところで牽制悪送球二塁に行ってで西野の時がねライト前ヒットでタイムリーっていうねこの先制点を許すっていうね、まあ、自滅パターンだからねねやっぱ、ね、タイガース流れよく来ているのにこういう風なね こととやっていくくそれ自別流れ流悪くなるでまあねシーズンね、ね、えー、タイガース、えー、エラース多いっていうところでね今日も全体的には 3, 3つのエラーだからね自らのね流れをね自らで話すっていうねこ短期決戦、ほんとね流れめちゃくちゃ大事だからこういうことやってるとねほんと一気に飲み込まれていくっていうねところのミスの始まりだったね、3回がね。ね しかもそれもね、まだまあ阪神で言えば近本中野ぐらいのね、い,やいつ走ってくるかわかんないっていうところでね、このね、必要に牽制するのはわかるけど、広岡だからね、そこら辺はね、ちょっとね、まあ、油断っていうかね、調子乗ったっていうかね、 なんとも言えないようなねこの先制点の失い方っていうところが、ね、その後、ね、あの阪神もねなかなかピッチャーゴロ悩んだっていう、ねえー、ところになってノーアウト1位、ね、一塁でランナー出すんだけどもこの森,あ森下の時に、ね、スリーボールツーストライクになって、まあ、ここもね、えー、3球連続フォアボールだってノースリーからね なんとか3-2にまで追い込んで、ここでね、まあ、ラインエンドかヒットの形になるんだけども、ショートね、三遊間寄りの打球だったけど、紅林がね、6、4、3、あれ、これ、ダブルプレーで、ね、めちゃくちゃ大きかったね、あの紅林のね、プレーは非常に大きかったし、まあ、その後ね、大山がね、えー、日本シリーズ初、えー、ヒット、で、佐藤がヒットを突いて、まあ、ノイジにね、最後、外のね、先ンジアップ三振というところになるんだけども、 このね、森下のね、ダブルプレーをね、あの、ショート、ク紅スがね、ギリギリのところ、もうセカンドもギリギリだったからね、あの、ギリギリのね、ダブルプレーを取ったっていうところはね、オリックスに取ったらかなり大きかったし、逆にタイガースにとったらね、あそこがキーポイントだったね、正直ね、1点取られた後、でもまあ、ラインエンドヒットの形取ってるからね、まあ、仕方ないっちゃ仕方ないんだけどね、あの、ダブルプレーになったこともね、やるべきことはやってるっていうのもあるけども、やるべきことをやってるのに、 流れをね失っていくっていうところもね非常にね、えー、この試合のキーポイントになったかなとで4回の裏ね、えー、逆にオリックスツーアウトから胸にフォアボールっていうね昨日もねこれフォアボールから阪神が行ったように、ね、胸フォアボールで紅林がライト前ヒットで野口がねセンターへのタイムリーヒットで広岡もねレフトにタイムリーヒットで中川タイムリーヒットっていうあれ昨日の阪神と同じ攻撃していないっていう形で下位打線から上位へっていうね。 完璧な流れで得点をしたオリックスもねこの下位打線、ね、紅、えー、林、野口、廣岡の7、8、9の躍動、素晴らしい、グッと、しかもね昨日の、ね、木南からのね近本、中野と同じようにねこの下位からの、ね、1、2番という形でオリックスもね今日の試合ね7番、紅林が3打数ゃ安打8番、野口が3打数二安打1打点。 で、えー、広岡が4打数2安打1打点で、中川が5打数2安打1打点、西野3打数1安打1打点っていうところでね、こうぐるっと回って、クリーンナップがタイムリー打ってないのに、この9番からの下位打線からの1番がねぐるっといくっていうね、全くね、同じようなねタイガースと初戦とね、同じようなね本当に戦いだったなっていうね、逆デジャブみたいな、ね、感じだったね。まあ、その中でね、まあ、西野ね、投球っていうところでは、ちょっとストライク、ボールがね、 はっきりしすぎたっていうところでボール先行になったところがね苦しかったね、この4回の表もねまあ、フォアボールになってからツ、えー2アウト、一塁になってねねででここ紅、ねえー、林の時もねシュートが甘めに入ってねまあ、それをねまあ、詰まりながらっていうところもあるけどねライトへヒット、ねでその後とツ、えー2アウト、三塁になってからね、えー、野口がね、えー、初球、ストライク取るともうつ。も けどもね次のシュートシュートが、ね、際どいところボールボールになってツーボール、ワンストライクになってチェンジアップほぼど真ん中来たからね、まあ、このど真ん中をね野口がしっかりミートしてねセンター前にね打ったっていうところも非常に多かったしこの時にね一塁ランナーのしかねしっかり三塁まで行った。 あの走塁も、ね、何気にね素晴らしかった、その後にね続いていくというね、ねこういう細かいところ、さっき結構ギリギリだったしね、ね細かいところをねしっかりやっていくっていうね、まあ、その前のね紅林のヒットでもねファーストランナーの、えー、胸が、ね、しっかり三塁まで、まあ、ポテンヒットだったっていうところもあるけどね、ねしっかり行くね、ねで野口のセンター前でも紅林が、ね、しっかり三塁に行くっていうところで、ね、チャンスをどんどん増やして、またもツーアー3三塁から拾、ねえー、うかっていうところで、まあ、ワンボール、ワンストライクからね。 シュートがね、真ん中、ほぼ逆球、アウトコースの,の真ん中入ってくるわけよ、ね、これもうストライクとね、ボールがめちゃくちゃはっきりしてて請求もね、ちょっと悪かったね、この西も前のジャイアンツ戦ね、いいピンチングしたときはもうビタビタだったからね。それを思うとめちゃくちゃ制球甘くてストライク、ボール発揮してたなと廣岡の,のね、シュートが真ん中に入って、それを廣岡がね。 えー、しっかりね、えー、ミッションつることなくレフト前タイムリー。で、その後、えー、長中川の時もね、えー、カーブ、カーブ、カーブと三球続けると、けども、さすがに三球続けて、三球どもね、あ、バク入るっていうね、えー、ところで言うと、それは打たれちゃうよっていうところで、レフト前タイムリーっていうね。で、まあ、ここでビーズリーに、えー、変わるんだけども、ね。 まあは甘かったね、まあ、そこをしっかりねオリックス打線が仕留めたっていうところではねオリックス打線素晴らしかったなと思います、まあ、逆にねオリックス、宮城っていうところで今日ね、ねキャッチャー森、森、ね、昨日、まあ、若槻が発展取られたっていうところで今日ね、ねあとはこんがらがってないかな、えー、いろいろ迷い生まれないかなどうするんだろうと思ってたところでね このキャャッチャーをね、森にスパッと変えるっていうところではやっぱりね、キャッチャーの監督、中島監督のね、らしいっていうね、まあ、自分の経験則っていうところもあるしこの流れを変えていくっていうところでね、まあ、キャッチャーも変えたっていうところで今日の森のね、えー、まあ素晴らしいリードあとは、ね、宮城を生かしたで宮城のね、ピッチングも素晴らしかったっていうところもあるけどもインコースのストレートガンガン使っていったね、まあ、右にも使っていた、まあ、左にも多少使った、まあ、外の出し入れ多かったけどもきっちりインコースも使いながら行ったっていうところではガンガンインコース使っていってであと、ね、ストレート系でいくところとね 変化球系でいくところと、ね、結構分けたなっていうねストレート、ストレート、ストレート外にチェンジアップというところもあるしスライダー、スライダー、スライダースライダーチェンジアップ、スライダーみたいな感じでこのねあのメリハリつけたねだからこう配球がね偏らなかったっていうところでもね阪神打線はちょっとねこの仕留目切れなかったっていうかこのイメージしきれなかったんちゃうかっていうね。 まあ4回でいうとね、えー、中野の対象は外、ストレートねでここスライダーで、ね、ピッチャー内野安打になるところを、ね、森下の時にはねスライダー、ストレート、ストレートボールになるけどもここからもねインコース、ストレートねインコースのスライダーストレート、ストレートというところでインコースねついていきながら真っすぐとスライダーのコンビネーションでね、えー、ダブルプレーにとって。 大山にはね、最後スローカーブね、大山ピクピクピクってなりながらもね、レフト前にヒット打って踏ん張られて、で、その後もね、ストレート、佐藤にね、レフト前打たれるんだけども、ここね、ノイジーのところで、しっかりね、ストレート、ストレート行って、スライダー、ホーク、ストレート、ホークっていうところでね、非常にこうコンビネーションも使いながらできたし、1打席目のね,ね、ノイジーの時はストレート、スライダー、スライダーっていうところでね、このインコースの出し入れっていうところでもね、抑えれて、ね、非常にね、この、 バッターによってインコースも使ったり変化球ねしっかり行ったり外の変化球から入ったりっていうところでは、ねえー、しっかりこのバッターによってあのー、偏ることなくしかもねインコースのストレートしっかり使っていってそれを投げ切ったとっいうところもねまあ好投にね、えー、つながっていったかなと思います。で、この、えー、7回ぐらいに、ねえー、オリックスっていうところで言うとまワンナウトからねセデー荷が初ヒットセンター前ヒット。 で東軍がね初ヒットの、えー、レフト前ヒットつながってワンアウト、一塁からね、えー、胸アウトになるけどもま紅、あ、林、クレバイスフォアボール、ね、でここで代打、ゴンザレスっていうところでね、えー、走者一掃の、えー、左中間をできるタイムリー、ねえー、ツーベースっていうところで3点、まあ、ここ、島本、ね、まあ、岡戸弁にもあったこれフォアボールっていうところで、ね、イ林のフォアボールにかったれてっていうね。 えー、ところで、窓、ま、口、あ、だったから、ね、左出してきたっていうところもあるけどもま権、あ、太スがスイッチヒッターというところでねまあこ,こしっかり3点取ってで8回にはね、えー、なんとワンナウトから大城のねショートゴロ小畑がね、えー、飛んでるっていうこ、ね、れがね、えー、ライトでツーベースを打ってワンアウト、に三塁から小田のね、えー、ファーストゴロ、まあ、アンツーカーで、ね、大山のやつは若干ねイレギュラーしたかなっていうところはあるけども、まあ、こちらも後、ねえー、っていうところで、まあ、2つ。 2つの、ね、エラーが1イニンクになって1点取ってね8対0っていうねところの点差になったっていうところでは、まあ、オリックスとしてはね全部いいところ出たかなとだから2試合連続スタメンで出た選手はオリックスは全員ヒット打ったんじゃないかなとまだでだけが打ってないんだね。 胸だけが打ってないだけで、あと2試合連続スタメン出た選手は全員ヒットを打ったかなっていうところでね、ね、まあ、昨日のねタイガース同様、まあ、全員が勢いようとねこの1戦、1, 2戦目終わったっていうところと、まあ、阪神はね、えー、中野が2本、ねで、大山ね、ね今季初ヒットで、佐藤が1本っていうところはあるけども、もやっぱりちょっと下、ね、位打線がね、ちょっっとこのやっぱりタイガースは下位打線が活性化していかないと点取れないのかなっていうところでやっぱこの7番・三重節が失敗だったんじゃないのかなっていうね。 買ってたからね渡辺寮そのままでもよかったんちゃうかって正直ね、ね、まあ、結果論になるけども思うけどもね。 まあでもねもうねねう明日、移動日ね、まあ、移動日って言っても電車で16分しか離れてないけどもう移動日移動日いらないよ、休養日だよっていうね、えー、ツッコミがあるけども移動日じゃないよみたいなね、えー、もう家帰ってそのまま行っちゃうよっていうね、えー、ところもあるけどもまあ、今度は、ね、阪神、ね、甲子園本拠地になると DH がね、えー、なくなるんでまあ、そこら辺は、ね、普通通りのオーダーになるかなと思いますで、まあ、オリックスのね投手で言えばまあ宮城がね6回しっかり投げてまあここはね中6日でしっかりね次も行けるようにね早めの交番だったかなと。 その後ね、えー、宇田川、山崎、総一郎、そして小北とね、えー、しっかりノーヒットに抑えて完璧リリーフっていうところでは、まあいい流れも作れたし、まあ宇田川とね、山崎が1回投げたっていうところでは、まあ準備万端っていうね、ところでしょうか。逆にね、タイガース、えー、ビーズリーはね、しっかり抑えたけども、まあ、ビーズリー、岡留、島本、ジアとね、全員出たけども、全員ね、ヒットを打たれたっていうね、えー、ところになるけども、まあここはね、早めに西がね、降板しちゃったっていうところもね、あるんで、まあなかなか難しかったかなと。でまあもう5回以降はね、 五六七八九とね、もうあの五回以降フォアボールはあるけどもね、えー、ノーヒットでね完璧に抑えきれられたっていうところではもうね、まあ完敗っていうところじゃないでしょうか。まあだからまあ阪神で言えばやっぱりね。 この4回だね。4回森下のこのダブルプレイ。ここがね、一番のやっぱりキーポイント。これがなかったらっていうね、えー、ところはあるけども、ここをしっかりダブルプレイになっちゃったっていうところはね、ここで行っててもね、ひょっとして帰ってたらね、もうちょっと試合の中で分からなかったっていうところもね、これ狂いし、だから今日は狂いし、MVP バいしちゃうか。ね、この4回のこのダブルプレイっていうところも大きかったし、あとはね、えー、この、えー、4回裏のね、 えー、フォアボールからのクレ紅林のヒットでツーアウト、一、三塁つないでね、まあ、野口弘っていうところのタイムリーも生まれたから7回にもね、えー、フォアボールでつないで満塁っていうね、えー、ところもあるし、まあ、決定打をね放ったのはこのね、えー、西野も素晴らしかったしクレ紅林のつないだと野口弘佳中川っていうねこの8、9、1番のバッティングも素晴らしかったし7回のコンザレスも素晴らしかったけども、まあ あの、表のね、ヒーローに紅林はなってなかったかもわかんないけども、そういうふうにね、このポイントポイントでのね、この紅林の仕事っていうところがね、今日の勝ちのね、一番のキーポイントになったから、正直何気に MVP、クロートが選ぶ MVP、紅林っていうね、多分紅林 MVP なんていうやついないかもわかんないけど、俺は紅林にね、この試合ね、一番のキーポイントプレイヤー、一番のね、大事なポイントをね、しっかり守備でですね、プレイしきった。 えー、そしてね、えー、しっかり繋いでな、ね、い、えー、打球っていうのをね打ったっていうところではねバブボーボール選んだっていうところでもね非常にクレバシのね今日の存在は非常に大きかったと思います佐々木チャンネルが選ぶ第二戦 MVP はクレバシですまあということでねまあ八対零のね。 え勝利っていうね、えー、ところになりましたけども、まあ、明日挟んでね、ね、えー、次、えー、火曜日っていうところで、まあ、予告先発だからね、まあ、明日には発表されると思うけども、まあ、予想で言うとね、まあ、伊藤正司、阪神はそしてオリックスは山崎幸也なんじゃないのかなっていうね、えー、予想がえありますだから阪神はだからいろんな予想でメディア入出ているで言うと伊藤正司、佐伯、大竹っていうところがねで青柳、村上っていうね えー、ところがメディアの、ね、予想で出てるしでオリックスは山崎福也、えー、東そして田島で、えー、山本美っていうね、えー、ところの予想でね乗ってますけどもまあ、その予想通りでいくとね、えー、山崎幸也と、えー、いや伊藤正っていうところでね、まあ、山崎幸也は二刀流だからねそういった面ではね、えー、バッティングにも期待ていうところもあるし頓宮をどうするかもんであるけども最後ね1本ヒット打ったっていうところであと足の場面ね 足の状況で守備守れるのかどうかがね、問題かな、まあ、守れたらファースト、トングー出てくるかなっていうところもあるし守れなかったらまたセデーので、まあ、トングーは代打にね、えー、ここ一番の代打に回るのかなっていうところで、まあ、トングーの足の状況ではこの打順がね、また大きく変わってくるかなっていうね、えー、ところもあるし、まあ、山崎達也のね、バッティングにも期待逆に伊藤はね、まあ、あのシーズン終盤もそうだしクライマックスもそうだしいいピッチングになったんで、ね、やっぱこれ先制されないようにね えー、伊藤としては投げていかなきゃいけないっていうところもあるしやっぱりこれはも下位打線だね、と1、2番だからもう1、2番対決か、だから近本、中野がね打つか、明日またね、でもあさってか、オリックスは誰が1、2番になるか全く分かんないからいいからね、だから1、2番の仕事をさせた方がね勝つし、させられちゃったら負けるからね。 1>, 1、2番を仕事させないようにお互いの、ね、バッテリーは頑張っていかなきゃいけないというところもあるし攻撃側は、ね、1、2番が仕事をして下からの流れを、ね、しっかり、ねえー、特定に結びつける、えー、1、2番の流れを、ね、クリーンナップに、ねえー、作っていくというところが、ね、非常に大事になってくるんであろうと思いますなので火曜日のこいつキーマンじゃないのかというのを発表します阪神、大山 やっぱこのね、作ってくるからそこを大山が返せるかどうかっていうところはね非常に大事で、オリックス、トングもし出なかったら森、ね、っていうところがやっぱポイントねゲッターになるような気がするんで、まあ、ここがね、えー、どういう働きいかんではね勝ち負け決まるし逆にオリックスがね、勝ち越しっていうところがなるとね一気にね、気合にね乗ってムーブメントね、えー、起こしてくるんで非常にね、次の一戦ねどういう風な形になるかね。 非常にね、えー、楽しみです。まあ、オリックスはね、山本がね、勝ちがついてないっていうところでね、オリックスは初戦負けて日本一にもなってるしね、非常にオリックスにとっては1戦目負けても2戦目勝ったっていうところでね、えー、非常にポジティブ要素がね、残ると思います。そしてね、えー、佐々木は11月2日ね、えー、安倍まで解説しますので、えー、4連勝になったら回ってこなかったんでね、どっちか1回勝ってくれってね、両方1回勝ってくれと思ってて、1勝1敗になったんでね、えー 木曜日のね、試合アベマで解説しますのでねえ、そこもちゃんと試合あることになったんでね、ぜひ皆さんね、えー、アベマ見てください。はい、ということで、佐々木チャンネルね、えー、今日第2戦、日本シリーズね、えー、見た中での、えー、佐々木のね、戦、え、評、ー、解説、感想ね、っていうところをね、えー、お伝えしました。今日の MV p はクレバー、栗です。ナイスヒーロー。<music>